はい皆さんこんにちは維新のババチャンネルです、えー、今回はですね、えー、これまであの各17区の大阪17区の府会議員さん市会議員さん、えー、地域ごとにですね、えー、この対談をやってきました、えー、今日はいよいよ本丸に迫るということでですね、えー、長藤秀樹坂井市長に来ていただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします いやーもうねお疲れでしょ大変ですけど大変ですよねやりりがいはあります、うん、やっぱりね議員はワン・ノブ・ゼムやけどね市長はあのオンリーワンやからねプレッシャーはものすごいですね <laughs> うんプレッシャーはね、うん、そうでしょうね82万人の市民の皆さんの生活かかってますから、うん、真面目ですから。<laughs> もう最新の「広辞苑」で「真面目」って引いたらね長藤秀樹とこう書いてあるからね <laughs> あの気真面目で頑固とよく言われます <laughs> <laughs> 長藤市長も、はいえー、政界デビューはあれですよねあのいわゆる「維新チルドレン」と言われている、はいえー、11年前のそうです2011年の統一地方選挙統一地方選挙デビューねんかあのうっすら覚えてるねあの面接に来て。<laughs> あの 維新の会ができた直後の大阪市会議員選挙福島区の補欠選挙が多分それが維新の初陣だったと思うんですけどそこでお手伝いに入ってたんですね。なるほど。そこであの当時市会議員だったババ議員をお見かけして少しお話をさせていただいた記憶があります。なるほどね。今度ちょっと一回話してみようかみたいな話で。その時はな何の仕事してたわけ？その時は仕事してなかったんでその時はあの一応自分の会社というのはありましたけど。 もう維新の会、橋本知事が誕生したときに、大阪一緒に変えてみたいという思いがあって、政治を目指そうというになってましたので、橋本知事誕生のときに、政治っていうところに関してはいろいろと思いはあったんですけど、やっぱり橋本知事が当時、今までの知事とは違うっていうのはありましたので、ぜひ一緒にやってみたいというところから、もう維新しかないなと。なるほど それでそれがもう本当に大阪府議会議員を目指す第一歩だったと思いますねあなるほどね <music> まあなんかあの当時のなんか記憶をたどればすごい尖ってる子やなっていうのがあったね <laughs> なんか <laughs> そうですね多分あの失礼なこといろいろあったと思いますね <laughs> これは馬場議員にしてもそうですし当時の府議会議員の同様にしても <laughs> もうあの若気の至りでもう30越せたんで若気でもないんですけどもう今となればちょっと恥ずかしくなるような皆さんに育てていただいたと思ってますいや,いや,いやもう <laughs> 府,議府議団の中でもここの尖ってるグループの中にバチンとこう入ってたよいうね。 やっっっぱり気ててる部分があって、うん、皆さんそのずっと政治家を目指してたとか、うん、例えばあのご両親が政治家であるとか政治家の人であるとかいろいろルースがあるんですよね。うん、私の場合はもう会社員の家庭に育ちましたので、うん、なのでこれちょっと負けてられへんなと何、うん、か違うことで、うん、きちんとバチッとしないと。うん 受けられないということで、<ー>自分の中でもやっぱりすごいカラーがあったと思いますね。<ー>やっぱりあの代議士教えていただいたのはやっぱりあのコミュニケーションとか、うん、あの人の協力がないと動かせないことが多いので、うん、物事を動かすためにはやっぱりきちんとあの話を進めていくっていうのは大事だということを教えていただきました。割とこう肩にむちゃくちゃ力入っとるね。ね最初は <laughs> あらみたいなう <laughs> そういう方がね、うはい美味しい、ね。大は、まあ、ずかしい限りです、ね。<laughs> <laughs> 日本一周とかやっとったよね。そうですね。あの大阪が本当にあのこれからどん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 良くなっていくためには、うん、やっぱり他と比べなあかんということで、あのずっと関西に住んでたんで、うん、他県のことでそこまであの詳しくなかったんですね。はいはい、ですから、あのその時にバイクで40万。都道府県を、うん、もう全ての県庁を訪れようと。ほー、うん。<laughs> なのでバイクに乗って。 47都道府県を回ってそれぞれの県庁の前にバイクを止めて写真を撮るとなるほどいうことをやりましたそれ面白いねえ <laughs> でも1か月ぐらいでいろいろとその時期があったので例えばゴールデンウィークの時期とかな何回かに分けてそうです一番長い距離では堺から出発して。うん 福井県のほか日本海側通って青森のタッピ岬まで行って、はい、で今度は太平洋側をぐるっと回ってきてまた堺に持ってくるというのがありましたのでその時はすごいね二週間ぐらいでしたねああなるほどねそういうのをまあ次は九州とか次は四国とかそういうので何回かに分けていきました他、うん、府県に行くとやっぱりこう大阪の良さがまたこう改めて分かるとかいうのもあってねほん本当そうですねで、うん、特に堺に関してはもうあのー ちょっっっっともったいいいいななててう思いがあ大学時代に住んでた堺で10年間ブランクが空いてまた戻ってきて、うん、なかなか生かしきれてないなと思いがあったんですよね。うん、でいろいろと各県を全県を回ると全都道府県を回ると堺ってものすごい魅力があって生かしきれるところがあるのに全然生かしきれてないと、うんうん、でそういうのがやっぱり際立ちますよね。ねね大阪も一緒でしてあの その後あの今度じゃあ海外見てみなあかんと思って、うん、あの世界地図を広げてどこが大阪と勝負なのかなというところで、うん、あの選んで,で今度は世界一周したんですよね。世界一周もや,やりました。<ー>それは2009年です。2008年から2009年かけて日本一周して、うん、でその後はあの世界一周をして<ー>14カ国18都市を大阪と14カ国18都市、はい、あの栄えあの大阪と 各都市比べながら回ってきます。うそうするとやっぱりもうそれは全るとど。どういう国を回た？香港、シンガポールでドバイ、うん、でエジプト、トルコ、イスタンブールですね。ほうほうでヨーロッパ各国回って、えー、アメリカほうほうでまた戻ってくるでぐるっと西回りの一周ですね。お こういろいろまあテレビとか本で見るのとやっぱり現現場へ行くのとかちゃうからね。うん、そうですね。あ,<ー>あの空気とか熱熱量とかってもやっぱり全然違いますね。<ー>その時の経験というのはものすごい今生かされていて、やっぱりあの自分が体験したことっていうのはあの今の社会であったり大阪っていうのはあのもうすごい自信持ってますね。うん、まだまだやれるっていうのは、うん、余計世界を見て思いました。うんね、すごいやんという,、うん、と,いうところ。うん まあ、そういう経験が政治家としての幅を作るいうのもねあるから、まあ、若い時しかでけへんしねそうです,ですね、まあ、またもう少し年取ったらまた旅行になるたいですけど新しい境にこに生まれ変わる時が来てますんでね奈良首相もしっかりやってくれてると思います第2部はですね区議会から堺の市長選挙に挑戦するという,う話を じっくりとお聞かせいただきたいと思います。